輝きの瞳に悲しみが宿る時、青春の扉が開いた。菜々子16歳。夢と希望を抱きながら不安に怯え、それでもなお明日を待ち焦がれる若者たちを、過酷な運命と華やかな誘惑が駆け抜ける。伝統の女子学園に展開する孤独な青春たちのそれぞれの戦い、菜々子を取り巻くさまざまな光と影、愛の数だけ涙があり、涙の数だけ孤独がある。若さゆえに彼女たちはさまよい、どこへ流れていくのか。菜々子はそれぞれの心に直面しながら、自分もその中の一人であることを発見する。やがて思い出となるはずの一つ一つの瞬間は、菜々子にとって越えようもない壁となり、穏やかな日々を変えてゆく。失意、羨望、裏切り、複雑に絡み合った人間模様の中で次々と暴かれていく衝撃の真相。ソロリティメンバーズを率い、学園の女王として君臨する一宮ふき。その美しい仮面に隠された限りない悲しみと欲望、死と孤独の旅路を行くサンジュスと浅香玲、愛と死の残されたわずかな時の中で激しく苦悩する薫の君、折原薫。青春、それは若さゆえに傷つき、若さゆえに傷つける。傷つけ合うことを避けられずに、人を愛し嫉妬し、孤独の闇へと沈んでいく。それでも彼女たちは愛することをやめない。たとえ行き着く先がどこだろうと。お兄様へ、さまよいながら菜々子は見つけられないその出口をお兄様へ求める。時には素直に、時にはためらい、お兄様へ。それは心の叫び、生きる証。お兄様、涙が止まりません。